次に土屋隆議員に質問を許します。土屋隆議員。 私は公明党の一人として通告しておきました事項について質問をしますはじめに教育所行政のうち国際学力調査の結果から伺える本市の課題についてであります昨年末に相次いで発表されました国際数学理科教育動向調査と国際学習到達度調査の2つの調査結果 シンガポールが全7分野で初めてトップに立ちました東京23高度の国土に550万人くらいが暮らしており水さえ周辺国に依存しているシン,シンガポールであります資源のない国として人が最大の資源として教育立国を掲げて力を注いできた結果だそうであります 国家予算の20%以上を教育に充て少人数教育や教員の育成 ICT の活用などなどを推進してきた成果が現れたとマスコミは分析しておりました日本も人口が1億人を超す先進国で唯一すべての分野で10位,10位以内に入っており理数科目で 軒並み好成績を収めた一方で読解力の順位が前回の4位から8位に低下していることは気がかりではありますが今回の国際学力調査の結果についてのマスコミの解説の中で私が特に気になったのは一つには子どもたちの学習意欲でありますシンガポールがどの段階でも 学習意欲が高いのに、日本では、小学校では高い意欲が、中学生になると急激に下がる傾向は見逃せないと指摘されていることであります。全国的な傾向は、本市の傾向でもあると思います。本市の現状と、その対応策を示してください。二つ目に気に気なったのは シンガポールの好成績の背景には、教員の質の高さが最大の要因であると指摘されていることであります。子どもたちにとっての最大の教育環境は、教師自身であるとはよく言われることですが、私も教職員の質の高さが最大のポイント,ポイントだと思います。教員の質の質高さを 確保する方策はどのようなものがあるのか示してくださいまた12月定例会でも質問しましたがいろんな雑用に追われて多忙極まりない教員が子どもたちに向き合うための負担軽減策はあるのか今一度お示しくださいまたその軽減策はどのように機能しているのかお示しください 次に、次期学習指導要領への対応についてであります。今年の1月24日に、会派公明党として、大阪府泉佐野市立長南小学校の英語活動の授業参観を通して、大阪府の英語学習六か年プログラムドリームを調査してまいりました。校長先生の説明を受けてから、 1>, 1年生の授業を2クラス参観してまいりました驚いたのは英語を発音するときのリズミカルな発声の仕方であり単語そのものの発音ではなく単語の音節の発音が繰り返されていたことに新鮮な驚きを感じました1年生も楽しそうに声を合わせていたのが印象的でありました 校長先生のお話だと、フォニックスといって、英語の発音学習法で、綴り字と発音の間に規則性を見出し、正しい読み方の学習を容易にする方法だそうであります。英語を母国語とする国で行われる、国語の初期の学習法だそうです。大阪府の英語活動では、 1>, 1年から6年までの全学年において、フォニックスを中心とした英語学習に取り組んでいることが、現地に行って確認をしてきたわけであります。英語学習6か年プログラムドリームの構成は、グレードが6段階あり、それぞれのグレードには、レッスンが3段階あります。そして、レッスンのそれぞれには、モジュール、 まあ単位とか単元が三十五に分かれております。週三回英語学習が行われ、一回あたり十五分で一モジュールが終了します。一つのグレードは百五モジュールからなり、一つのグレードを終了するのに一年程度かかるそうであります。内容も少しずつ戻りながら進むようになっているとのことでありました。 大阪府のような取り組みを一年から積み重ねていけば使える英語が身につくだけではなく正式な教科としての英語にも十分対応していけると考えます12月定例会の質問と重なりますが改めて教育委員会の見解をお示しください IT 特区認定による英語の取り組みの成果として 先の定例会において、教師の指導体制が確立したこと、また、本市小学校英語活動の根幹が確立されたものと認識しているとの答弁がありましたが、その核となる部分を、本市独自の教材として形にする考えはないのでしょうか。併せてその際、大阪府のドリームのような、 フォニックスという発音学習法を取り入れていくべきと考えますが、見解を示してください。中学校での英語の授業は、原則英語で実施することになるそうでありますが、準備はできているのかお示しください。また、中学校英語も、小学校英語の実施を受けて、変化していかざるを得ないと考えますが、どのように、 変化ししていいくくとおおお考考ええかをお示しください今回の改定案にはアクティブ・ラーニングという言葉が入らなかったものの主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を促すとしております。これは要するにアクティブ・ラーニングを進めていくことだと私は理解しております。 上越教育大学教職大学院の西川淳先生は、アクティブラーニングについて次のように述べております。そもそも高等教育と初等・中等教育では、その狙いは異なる。初等・中等教育では、一人も見捨てずに全員が達成することを子どもたちに求める学習方法であり、 さらには学び合いを通して人と人とのつながりを強くすることができる、できる点も魅力です。すべての子供たちの幸福のために、初等・中等教育では、人とのつながる能力を磨き、仲間を作る機会を与えることです。それを実現するためのアクティブラーニングだと思います。と述べております。もうすでに学校現場では、 それを取り入れている教員も多いとのことでありますが、本市におけるアクティブラーニングへの認識の認識と取り組みを、取り組み状況をお示しください。次に、茶の湯の文化振興についてであります。先の議会でも質問しましたが、少し角度を変えて、もう一度質問をさせていただきます。今回は旧 保守跡地の有効利用という角度から質問します現在はその一部が花苗ステーションになっている旧保守県跡地の面積形状つくりはどうなっているのでしょうかお示しくださいそこは以前林平蔵三貫氏が構成に残る回遊式の庭園 林別荘を築呈したそうでありますが、その庭園の価値はどのようなものであるのか、お示しください。また、本市における茶道流派の流れは、どのような状況であるのか、また、流派間の連携・交流は行われているのか、お示しください。併せて、会津の郷土を代表する歌詞についての、 認識をお示しくださいまた菓子屋さん同士の連携交流の状況をお示しください中心市街地の活性化とか街中のにぎわいづくりとか言葉はよく耳にしますがなかなか実態が伴っていない気がします一方具体的に街中のにぎわいづくりのため茶の湯や 郷土菓子を提供する、仮称、町の駅、紫陽花館なるものを準備することはいかがでありましょうか。新たな観光の切り口にもなり、旧保守県跡地の有効利用にもなると考えます。見解をお示しください。以上で壇上からの質問を終わります。 市長、はい、土屋隆議員のご質問にお答えをいたしますはじめに茶の湯の文化振興のうち旧保守県跡地についてであります旧保守県跡地は平成11年に街中観光の推進及び中心市街地の活性化の拠点用地として取得したものであります土地面積は3 0 1 8 8平方メートルで更地と 庭園部分からなる土地であり、庭園部分には茶室や池、隙山、灯籠などが残っております。次に庭園としての価値についてであります。旧保守県跡地の庭園については、大正期に築かれたもので、昭和8年に発行された市内庭園番付では、大関に位置づけられた経過があり、当時掲載された庭園の中で、現存する数少ない庭園であると認識をしております。 次に、佐藤流派の流れについてであります。現在、本市においては、会津佐藤会を組織する佐藤五流派に加え、千茶道一流派の計六流派が活動されております。その内容といたしましては、千の利休の子、昭安の流れを組む表千家と裏千家がそれぞれ一流派、千の利休の子、道安の流れを組み、星名正幸公の推挙により、 四代将軍家綱公の茶道指南役になった片桐関州を流祖とする関州流が二流派そして明治31年に創設された大日本茶道学会さらに玉露、煎茶紅茶などのお手前をする煎茶道宝炎流でありますこの六流派は市民文化祭主催行事の茶道華道合土祭をはじめ 鶴ヶ城桜祭り大茶会茶室輪郭月齢茶会月窯などを合同で開催しておりさまざまな連携や交流がなされているものと考えております次に会津の郷土を代表する菓子と菓子店相互の連携交流についてであります会津の菓子文化は蒲生氏里港に保護され今日まで受け継がれてきた茶道文化とともに育まれ 市内にも伝統を受け継いだ菓子店が数多くあります。また種類や形など、多種多様な茶菓子は会津の物産や観光においても重要な魅力の一つであると認識しております。菓子店相互の連携交流につきましては、会津若松菓子工業組合を中心に情報交換等がなされているものと認識しております。次に茶の湯や菓子 共同菓子を提供すする町の駅の駅整備についてであります現在、鶴ヶ城大茶会や、茶室輪郭での月釜、お役園でのお茶の振る舞いなど、多くのお客様に会津の茶の湯文化を体感いただいております。また、昨年の鶴ヶ城桜祭り大茶会においては、初めて茶菓子に光を当て、京菓子の伝統を受け継ぐ藩御用であった、 会津伝城菓子が復元されるなど、さらなる魅力の向上が図られているところであります。さらに、七日町通り町並み協議会などにおいても、町中でのお茶の提供によるおもてなしを検討していると聞き及んでおります。旧保守県跡地の利用につきましては、当面は現行の活用を継続しながら、将来に向けた利用のあり方につきましては、関係団体や地域の意向を確認しながら、 検討してまいりますなおその他のご質問については教育長よりお答えを申し上げます教育長はい。え、お答えいたします学習意欲の現状と対策についてでありますえ、学習意欲につきましては全国学力学習状況調査の分析結果において学習意欲に関する質問で 企画いたしますと、本市の中学生においても総合的に学習意欲が低下していると推察されるものであります。教育委員会教育委員会といたしましては、失敗を恐れず、物事にチャレンジする精神や感動体験が主体的な学習を成立させる大きな原動力となると考えており、今後も児童生徒のチャレンジする気持ちを伸ばす。取り組みや感動体験の。 機械の提供を行い、学習意欲の向上を図ってまいります。次に、教職員の質の高さを確保する方策についてであります。教師の指導力を向上させることが、教職員の質の高さを確保するために重要であると認識しており、各校の研究テーマをもとにした共同研究はもとより、先進地視察や市内における研究公開への参加、 講師を招聘した教育講演の開催等により、指導力の向上を継続して図ってまいりたいと考えております。次に、教員の負担軽減策についてであります。教員の多忙化による子どもとの向き合う時間減少の対策として、学校現場では、公務文書や書会議、行事等の見直し、教育課程の工夫、週1回の農残業デーの実施、 1> 週1日の部活動休業日の減収を進めるとともに、教育委員会といたしましては、各種報告書の簡略化や教育相談員、特別支援員等の配置や通知表指導の、指導要録の電子化などに努めているところであります。その結果、部活動休業日を活用して、個別指導を実施するなど、一定の効果が表れてきているところであり、 今後ともさらに子どもと向き合う時間の確保に努めてまいります次に小学校英語の取り組みについてであります小学校1年生からの外国語活動導入につきましては一定の効果が期待できるものと考えますが授業時間の確保やカリキュラムの作成等の課題もあることから本市においては国が示した外国語活動 外国語科の学習過程イメージに沿って、小学校3、4年生から始まる外国語活動の準備を進めているところであり、まずは3、4年生に導入し、高学年における正式教科化に対応してまいりたいと考えております。え次,次に、外国語活動、英語化に向けた教材の開発等についてであります。本心におきましては、国から配布されている デジタル教材を各小学校に配布し、活用を促すなど、すでに小学校、中学校での外国語、あ小学校、失礼しました、失礼します、すでに小学校、中学年での外国語活動開始に向けて、準備を始めているところであります。教偽委員会といたしましては、最新の教材の適切な活用に力を入れることで、外国語活動や 英語のの新しい学習の推進を図るよう考えておりますまた、ホニックスという文字と音声をつなげる学習法につきましては、次期学習指導要領で小学校、高学年での文字の導入が予定されており、さらに中央教育審議会答申においても、文字と音の構成の関係が重要指導項目として挙げられ、すでに配布されている教材にも、 取り入れられているところであります次に中学校の英語についてであります新学習指導要領では中学校で学習する語彙数も増え対話的な言語活動を重視した授業を行うことが示されておりますそのため本市におきましても学校訪問や外国人指導助手との連携会議等において英語による会話をできるだけ増やしていくことを指導しております また、小学校の英語教科化,化によって、各小学校における学習内容が統一され、中学校スタート時の英語学習内容の高度化やコミュニケーション能力の段階にも変化があることが想定されます。そのため、小学校と中学校の外国語担当教員の合同研修を実施し、小学校の現状や変化を中学校教員も把握しながら、コミュニケーション技能の 向上の支援にに努めてままいります次アクティブラーニングとは主体的、対話的で深い学びを支える学習方法の一つであり、能動的な学習を進めるために有効な学習方法であると認識しております。これまでも各小中学校において、児童・生徒の実態に応じて話し合い、学び合いの学習を進めてきたところであります。 教育委員会といたしましては、より学習意欲を高め、積極的にグループ活動に取り組むことによって、考えを深めることができるよう、今後も主体的、対話的で深い学びの充実を図ってまいりたいと考えております。以上でございいいいままますす、はいえー、再質問をさせてたただきたいと思います、えーま、ず、えー、学力の ま、意欲の低下に対する対応策ということでありますが、あの、間違いなく、会津若松市も低下しているということでありますが、まあ、それに対する答弁としての、まあ、対応策としての答弁が、あまりにも、あの、まあ、ちょっと物足りない内容であったと思います。もう少し具体的な方策っていうのはないのかなと思います。で、えー、 これ、あの会津港学力向上推進計画素案の中に、あのその学力向上のための,あの家庭における学習習慣の質的向上を図りますという、まあ、この文言に象徴されるような、まあ、学習内容を充実させる取り組みをこれからやっていきますというあの内容が、まあ、素案の中に書かれております。まあこの 方針に沿ってやっていくことではあるかと思いますが、それでも、今、教育長の答弁の中からは、何も伝わってこないと。本当に子どもたちの、これで学,あの学習意欲が増していくのかどうかって、あの、よく言いますけど、まあ後でスイッチオンって言いますけど、あの、スイッチ、オン、オフがあって、どっかスイッチを押すと、あの、こう、やる気になるという。 そのスイッチオンのスイッチがどこにあるのか、誰が押すのかっていう、この辺のあの一番基本的な部分が欠落しているような気がしますが、それはやっぱり先生自身ではないかと思います、その先生が生徒に向き合う、その十分な時間を確保すると、これが中学生になっても学習意欲を低下させない、一つの大きな取り入れではないかと思います。 そのために、先生の負担軽減策が大事になってくるわけでございます。その負担軽減策も、私は ICT の機器を導入するっていうことも、あの、述べておられますが、ICT を導入して、先生の負担軽減する、それはごく一部なのか、どのくらいのウェイトを占めるか分かりませんけど、もっともっと大事なものがあるような気がします。 それは、まあ、いろんな問題先生抱えてて、いろんな問題に対応しなくちゃいけない、まあ、先生の現実があるわけです。この負担を、担任の先生だけじゃなくて、変わってくれる人が必要ではないかと。まあ、中には、あの、特別支援員とか、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、サポートティーチャー、あと、地元の、えー、大学とか、地域の企業とか、地域の人材、 等を活用しててくって、まあ、これも一つの方法にははなるかと思いますが私は教育費という、この管項目の中の教育費の中に、市が採用する教職員というのは入れるべきだと思います。で、先生の教職、あの担任の先生の本当に子どもに向き合う以外の部分は、全部その教職員が担ってくって。 これが本当の意味での負担の軽減策につながるんではないかと思いますが。あの対応策不十分だということと。あと先生の軽減策の。えー、採用の職員ということで、もう一度ご。あの答弁をお願いいたします。教育長。はい。二点ありました。お答えいたします。はじめ。に学習意欲の低下について、先ほどの答弁では、あ、一変の。 なんと中身の不十分じゃないかという話がありました、えーとあのー、答弁の中には、いわゆるチャレンジ精神とか、感動体験を増やして、それについて子どもたちが意欲化を図るという話をしましたが、今、子どもたちを取り巻く環境は、中学生がどうして学習意欲が低下してくるのか、これは大きくは、学習、いわゆる二極化が進んでいる、一方で、えー、チャレンジしていく、あるいは感動体験を持って、目標を持って取り組んでいく。 生徒がいる反面、チャレンジの気がない、あるいはその感動体験もわからない、その一番大元にあるのは、やっぱり一番あるのが、授業がわからない、毎日学校行っても、何を勉強しているのかわからないということで、二極化が進んでいる傾向によって、学習意欲の低下という部分も非常にこう大きいのではないかと思っております。でそのの対策としてやははり一番大きいのは 先ほどもあの議員さんもおっしゃいましたけれども、やっぱり教員であります、教員がいかにこの子どもたちに向き合って、指導の時間を作る、あるいは子どもに寄り添った、えー、内容の話、あるいは悩み事、そういったものはできるかという部分があります、そこで、えー、次年度以降の学力向上も含めて考えているのは、やはり教員の質の向上であります。えー 質のある向上教員が、その向上した教員より指導が進んでいくことが、子どもたちにとっては大きな力になるし、またはその子にとっても、次の目標値が見えてくるのではないかと思っております。で、そのために教員は何をするのか、先ほど多忙かという話がありました、やはり学校で整理できること、それから教育委員会が整理することが多分あると思います、多々あります。 それについて、学校ごとにどこを削って、どこを整理して、答弁をして、または何を伸ばしていくか、または教育委員会もどうしたら時間を確保し、先生方が子どもと向き合うことができるかということを整理していく、こういう期間を次年度は取っていきたいなと、また例えばの部活動、先ほどありましたけれども、中学校で低いと言われていますが、それは放課後、子どもたちが部活に行く。 部活に行ったときに、その後先生方が自分たちの教材研究はできないなんて話もありました、で、週に1回はそういった日を休養日ではありませんけれども、部活の休養日として捉えて、そこに先生と子どもたちが向き合う時間を設定するなども必要ではないかということで、やっていきますと、子どもたちと先生方が向き合う、そうするとこれまで特に低迷し,していた子どもたちにとっては、よし、頑張ろうという。 気持ちが見えてくるそれからえ、じゃあその先生方のいわゆる仕事量を補う一つ策として、市で教員をどうのこうとや,やっとう、うんの話がありました、えー、今それにつきましては、県の方から下配教員等が配置になりまして、えー、それぞれすべ、えー、てではありませんが、事業の分担を展開すること、 あるいはそれぞれの役目を分担することと含めまして進んでおりますので、市として新たに職員を雇用してという考えは今のところはございません。以上であります。清高志議員、えー、あの我々公明党として行田市行ってきました。行田市もあの間違いなく市採用の職員を採用しておりまして、県が採用する職員と。 まあ、競争させるっていう趣旨だったと思いますが、まあ、そういう意味で、市採用の職員、本当に飛び切り優秀な職員を現場に投入して、で県立、まあ、県採用の職員とこの競争させるみたいな、まあ、そういう趣旨だったと思いますが、まあ、私はその前に、教育費の中で、教育費でいろんな。 学校を建てたり、いろんな経費がかかる中の一つに、会津若松市として、先生の多忙化を軽減する、先生のいろんな雑用を、あのー、担当する、その特別な先生を採用するということが、教育費の中でやるべきではないかということが、一、まあ、つの軽減策として考えられるんではないかと思っているわけでございます。 ま、これについて、もう一回、あの、答弁いただきたいと思います。から、あの、大阪府のドリームの取り組みなんですが、一年生から六年生まで一緒にやってます。で、一つのグレードが終わるまで、あの、一年かかりますので、一年生から六年生までずっと、今の一年生はずっとやってきてますから、一年、二年と、これから六年まで、六グレードまで進めるわけなんですが、 ま進めて6年、小学校を修了するときには、英会話のいろは、発音、基本的なことが身についているそうであります、まあ、そのくらいまで1日15分、週3回の授業で持っていけるような取り組みが、このドリームという取り組みだそうです。会津若松においては、3、4年生から英語学習をまだあの3、4年生に下ろして、で5、6年は正式教科ということですが、 これはもう実際に取り組んでいるところがあるわけですから、一年生から取り組む方向っていうのは何か考えるべきでねえかと。それがこのドリームがいい一つの例になるんではないかなと思うわけでございますが、まあ、これに対しての,あの答弁がいまいちあのよくわからないので、大阪府の真似をしろとは言いませんが、大阪府がそうやってフォニックスを活用した、あの自分なりの独自の この教材を作ってやってきたわけですから、これは会津若松氏としても、せっかく IT 特区の英語の中で取り組んだ成果があるわけです、教育長が自信を持ってあの、確立できたとおっしゃるものがあるわけですから、それを教材に、形にするということは大事だと私は思うんですが、あの国から来る教材をあの使いこなすって、それだけではなくて、せっかくのいいもの、エキスがあるわけですから、それを、 活用する方向というのは考えられないんでしょうか。もう一度ご答弁をいただきたいと思います。教育省、はい、お答えいたします。二点ございました。一点目であります。市としてその教員の多忙化解消のために新たな職員を雇用してその方々が雑用の部分をするというような話がありました。 福島県としましても、少人数教育を進めていてあの、児童生徒数のこれまでの全国にいわれる標準法に合わせた人数ではなくて、少ない人数で教員が配置できることになっております。そうすると、例えば、本来ですと、一学年に二人配置のところが少人数を使います、三人配置になります。その三人が二クラスを担当しながら、一人が学年内の事務生に当たるとか。 あるいは三人で共通してコース別学習を進めるとかといった方法等をとっておりますので今後とも課配等の傾向を見ながら研究していきたいというふうに思っております二点目ドリームの件であります一二年生でそいわゆるモジュール等も含めたあの英語実践となります当然のことながら小さいうちから英語に親しめればそれ,それなりに十分身についてくるのであろうなと思いますが 内政次年度からあ失礼しました今後の,あの英語取り入れに関しましては、えー、時数的にも、えー、増える時間というのがなかなか見つからないんですね、えー、今、いっぱいいっぱいに見つかっておりますで、えー、国の方では、今お話しありましたモジュール、15分授業で、15分、15分、15分を毎日つけてつつ見つけていって、それを一つの単元にしてという話もあります。ただ それを今の1、2年生からすべて組織化できるかというと、なかなか実数的には困難であります。特にあの5、6年生も、なかなか今、いっぱいいっぱいのところで、えー、年間の実数を見つけるのが困難ところであります。で、下手をすると、毎日6時間、<coughs> 事業を進めていく等も出てくるかもしれません。えー、そういったこともありますので、まずは5、6年、そして3、4年の中身について、えー 実践を進め、その中から小さな学年については、えー、どんなことで関連を持てるかということを研究してまいりたいなと思っております以上であります屋高志議員あのできない理由はいろいろあるかと思います、まあ、その中でどうやったらできるかっていう、まあ、そういう視点があの欲しいなと思っております。まあ いいろろ言いたいことはありますけどあのご検討をいただきたいと思います、えー、茶の湯の文化の保守圏跡地の有効利用について、えー、お尋ねをしたいと思います、えー、庭園としての価値があの昭和8年の会津若松市にあの個人の庭園が、えー、94庭園があったとその94のうちあの東の大関西の大関東の横綱 で東の横綱が、この保守圏跡地の庭園だそうで、あ、西かり、西狩あ,大,あ大関でございます。まあ、という、それほどの価値がある庭園が、目の前になんか有効活用されない状況で、ほったらかしになっている状況が今あるわけですね。まあ、これを何とか 少し手入れすれば、庭園としての形が保てる、そこにさらにあの先ほどあの、小倉議員のときにありましたけど、町中の回遊性という言葉がありました、あの七日町通りから来て、まあ、新明通りとか、まあ、歩っていく、その回遊性をあの確保しながら、回遊性を高めながら、あの観光客に会津を楽しんでもらうと。 でそこにこれからインバウンドも入ってくる、そこの中で茶の湯っていうのが会津の代表としてあります、お城もいいです、お役園もいいです、でも街中の活性化っていうことですから、街中のために一つこういう施設が街中にあるっていうことも、大きな観光の切り口になると思いますが、まあ、市長か観光商工部長か、どちらかにもう一度ご回あの答弁をいただきたいと思います。 先ほどの,あの答弁で最後に申し上げました、当面は現行の活用を継続しながらと申し上げました、将来に向けた利用の在り方につきましては、関係団体やということで、もちろん地域の方もあのございますけれども、花苗基地ということで今、現行やっているわけであります、この関係団体の皆さんのやっぱり理解がないとできないというふうに思います。あの当然 インバウンドで来られる方があの、街の中を歩かれるということは、そう珍しくなくなるというふうに私自身、思っておりまして、ただ、どこをどういうふうに重点的にやっていくかといったときに、あの昔の庭園としては非常に評価が高いというところはありますけれども、この地でやるべきなのか、ほかでやるべきなのか。 7日町さんが、えー、あのお茶のおもてなしを始め、えーまあ、予定されているというお話も聞いておりますので、まあ、そういう意味での連携をです、ね、どこでやるべきかというのは、これからその関係者の皆さん、またはあの独自にやるとすれば、かなりの経費を持ってやらないといけなくなります、あのおそらく365日近い営業をしないとです、ねえー、うまくいかないと思います。 あの観光客の方はいつ何時に来るか分かりませんので、もしも本当にインバウンドで対応するんであれば、それなりの腰を据えたあのおもてなしのエリアとしての、われわれとしての設定をしなければいけませんので、その番付だけで行けるかということよりはです、ね、今、これからどういうふうに対応していただけるかということを、われわれも誘導ももちろんしなければいけませんが、その中で、そういう場所があったらいいなというのは、議員と同じ気持ちでございますので。 関係者の皆さんとその場所とか在り方とかやり方、時間については、当然、検討が必要な段階に来ていると思いますので、そちらについては、ちょっとお時間をいただいて、検討させていただければと思います暫時休憩いたします再開を15時55分といたします。